じゃあ行きまーす。じゃあ俺行くよ。はいはいはい。で、はいはい、映ってる映ってる。はい、皆様こんばんは、1月14日月曜日、しゃべくり松代第116回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝から大雪でして、自宅でまあ雪かき1回やりまして、この町歩きセンターに来ましてですね、2回雪かきやりました。今日合計3回やりました。それでですね、まあ前でもデコボコ道路はしてますし、あと1日2日すると足腰がちょっと痛くなるんじゃないかとちょっと心配しております。今日のパーソナリティは三田が担当いたします。よろしくお願いします。今日のゲストをご紹介いたします。真っ白はですね、真田十万石の城下町で、そこに真田会という会があります。この会がですね、40周年を迎えたということで、今日会長さんの山本和夫さん、それから幹事長の八田光三さんのお二人をお迎えしてですね、真田会とはということですね、どういう会なのかというお話をですねお伺いしたいと思います。今日はお二人ともよろしくお願いいたします。で、早速ですけれども、真田会ということですね、山本さん、真田会にいつ頃関わっていたのかっていうのを、ちょっとどんな感じで立ち上げたのかっていうのをちょっとお話しいただければなというふうに思います。はい、はい、戦後でございますが、はい、各自治体で公民館を設置することになったわけです。はい、松戸町の初代公民館というのは真田家の当主である12代の雪原さんが、はい、ここにありますね。をですね、はい、そして松戸の青年団との関わりを持ったわけです。はい、非常に好感に持てる方で、退任後青年団と取ればこのままではもったいないということで、はい、それなりに仲間が入ってもらって、お互い語り合おうじゃないかという、語る会を発表できる、囲む会をね、あ、囲む会をね、はい、設けたわけです。はい、ちょうどその時、昭和40年に、はい、それが浮原さんは私のところにある代々伝わっております宝物遺産、それは私個人のものでなく、はい、地域のものであり、松戸のものであるということで、はい、松戸に寄付をされたわけです。この方ですね。はい、そうです。そうですね。そして地域の文化の向上と、はい、地域の振興を図ってもらいたいと、はい、振興な政治の上に寄付をされた尊い精神を若者は感動し、はい、そして過去の会を爽やかにしようということで、はい、会の発足に取り組んだんだと思います。ああ、そうなんですか。はい、そして大勢の周囲に賛同する方がおります。はい、たくさんの会の意見に会が発足をし、そしてお互いの信頼と地域の振興を図る、毎週出版です。40周年にされたわけです。ああ、そうですか。要はこの方が、お屋敷と建物、あ、お屋敷で土地と建物と、お宝を、そうです、町へ寄付したという形になるんですね。これが一応発足 の, あれですね。はい、で、まあ、その会 の, あれですね、事業っていうか、これ見ると八田家当初との絆を大切にする、信仰を深めましょうという形ですね。その他にも何かあれですかね。一番が今の話、八田家の関係は親睦を深めることが大事ですね。それで地域になっている場を持って、はい、到達しているように場を解説する。そして地域の振興を図っていこうじゃないか、はい、仲良くやっていこうと。それでやっぱり松戸は、真田っていうのは松戸でございますので、
体を大事にすることは町を大事にすることなんですけど、はいはいはい、仕事に発達したね。あ、なるほどね、わかりました。これでもってあれですね、山本さんで4代目、はい、で、これ何回ぐらいあれなんですか。常に発達して、私はね、ええ、平成18年から。あ、これ書いてあるね。あ、なるほどね、わ、はい、かりました。初代は野沢さんと、野沢一郎さん、県会議員だった。ああ、そうなんですか。2代目の野沢さんね。はいはいはい、あの矢沢の門であるんですね。はい、3代目の小山田。ああ、小山田さんってあのお医者さんの。そうです、お医者さんです。ああ、そうですか、はい、はい、で、山本さんという形ですね。はい、はい、まあ、これで40周年記念というの行事もね、昨年もやられたっていうんですね。そうですね、はい。でもうあれですね、この真田会40周年というので、これ買った構造さんですけど、はい、あの菊ですね、菊花店、はい、これをちょっと説明していただいていいですかね。そうですね、あの真っ白の場合はね、はい、まあ、人形ね、はい、菊人形をするには先人が多いんですよね、はいはい、まあ、例えば佐久間象山ね、はい、それで、この中にね、はい、人間のね、はい、おるもんですから、三次長期の最初のね、はい、人形の最初に始めたね、はい、平成13年と、はい、それから30周年記念のね、はい、この中の30周年記念、それが今回のね、はい、40周年記念、はい、それにあたって、はい、こちらの方のこの写真はあれですか。うん。25年度の公開の時に。あ、はい。40周年ってことで。はい。最初の写真を写した。あ、なるほど、ね。公開に写してる人たちでね、はい、一度返してね、はい。はい。これがあれですね、昨年11月に行ったあの真田会の、あのあれですね、沼田の。そうですね。はい。それで一番 上にね、はい、あるやつが。まあ、聞く人形 ね、まあ、4体ここにありますね、はい、でちょうどあの沼田研修ね、はい、施設の研修旅行を計画したもんで、はいはい、真田幸俊さんにもね、はい、じゃあ聞く人形をね、はい、見ながらね、はい、沼田行きましょうということで、あ、17日にね、はい、11月17日に家族全員で来て、ええ、聞く人形の前で写真、あ、これですね、はい、それでこれ、まあ、ちょうどねこの時、うん、あの一番長男の方はね、うん、まあ、今年ですが学習院指導科のね、はい、4年生、それで、あの弟がね、今年初等科1年生、そういうことで家族がね、はい、そういうお親をね、はい、兼ねた、まあ、セリフにね、旅行に参加してますから、それでそこにその次ありますが、はい、沼田行きましたらね、あの小学寺のね、あ、お堂の前かね、でそこのご参拝して、はい、住職さんからいろんな説明を受けて、はい、それからお玉屋ね、小学寺の、はい、小松市民のね、うん、お玉屋入りました、うんうんうん、それからあと沼田寺行きましたらね、沼田市の多分部長さんね、うん、それが係長さんが来て、うんうん、沼田城を一応説明していただきました。ああ、これもそうです、これは何人ぐらいで行かれたですか。36名です。36名ですね、はい、なるほどね。あとこういうあの白鳥神社の拝殿のあの、これはどういうあれですか。これはね、うん、実はあの、うん、生きとしさんのお父さんがね、はい、亡くなって一周忌の時にね、はい、こちらに見た時にね、うん、じゃあ、神社さんのね、うん、白鳥神社へ行こうということで、これお母さんと一緒にね、うん、見えたんですよ。ああ、そうなんですか、あとこれも38回真田会総会っていう、皆さんだいぶ若いですわね、これ若い人もまず。一昨年にね、はい、あの文部学校でね、はい、まあ、指導のね、はい、国道の
演技をやったんですよ、ええ、その時にね、うん、もう兼ねた総会なんですよ。うん、ですから曽我の探偵ね、はい、家元の部下にね、はい、その人が講演してもらったり、ええ、それからまあ一徹さんがそのね、うん、お話の人が非常に正解な総会でやりました。なるほどね。これもあれですね、これは19年の総会のあれだって書いてありましたね。これも彫刻時にね、はい、一応行きまして誤算ね、はい、方々の結局まあ人力車にね、うん、魚宛てから息子さんと乗って、彫刻時まで行きまして誤算して、まあ、帰ってきた、はい、ああ、なるほどね。まあ、いずれにしても山崎はね、はい、新録っていうかね、大事にしようっていうものが一番の目的がありますから、はい、そういうのが欲しいですね。はい、わかりました。これもまた30周年記念、どうも踊り。これも10年前ですけど、やっぱり、はい、まあ、聞く人にはやりまして、はい、その時の30周年の記念の写真ですね、これ。それからその時にね、はい、さっきのあの、アンズのやつありました、ね。あ、はいはいはい。あ、このアンズですね、これですね。30周年の時にね、ちょうど谷受けのね、はい、真田芳子さんが元気な時に真っ白い服とね、はい、もうアンズがだんだん消えてるんだと、はい、ということで平成10年にね、はい、新年アンズ周年会を作って、うん、ちょうどこの30周年のね、はい、記念にこれ今10年前に入れたんですけども、うんうん、それがちょうど今これがそうですね、今満開になりましてね、うん、幼稚園もね、うん、それとか皆さん非常にあそこに、うん、場所がいいもんですから、うん、綺麗だなんて、ああ綺麗ですね、30周年の記念の感動もそういうのを書いておりますけど、はい、非常に良かったと思います。なるほどね。あれですかね、この真田会の会員っていうのはだけど何人ぐらいいらっしゃるの？真田会の会員はね、その当時のことははっきり分かりません、今から10年前ね、30周年の時は全員252名取ったんですよ、でそれがちょうどね平成24年で197名で、まあ、78% の会員が減っているわけです。あ、はい、でその打ち上げを言いますとね、平成24年度はね、真っ白地区がね、140名、というのは、ね、全体の 78%。 あ、でその次はね、長野市内ね、が25名で、ということです。なるほど。それからあと千曲市、上田市、諏訪市、丸子、佐久と、その2名、3名いますが、県外の、ね、県外は、はいはい、24名あ24名の方でいらっしゃる。これはもう東京には9名、群馬県に4名、というようなことで24名、まあ現在ですね、197名の会員、なるほどね、結構大きいですわね。そうですね、でもやっぱりご多分に漏れず、やっぱりあれですね、若い人がちょっと少ないっていうんで、PR していただいて入っていただくように。それで一番私が今ね、会長さんがやりましたように、はい、神奈川十万石祭りね、三木俊さんの十何回か、乗馬されて、はい、まあ、町中通じてありがとうって、ね、はい、手を挙げてこう喜んで、はい、あれも最高だっていう、やっぱり三木俊さんと神奈川県がね、はい、それはね、まっすぐ人にね、はい、やっぱり神奈川会をもっとね、みんなでね、抱えていかなきゃいけない。それとこの写真はね、はい、今年の24年の、はい、10月ですか、はい、10月になってね、自分のうちのね、はい、庭園の、はい、滝が後ろに鍵抜きありますね、それがね、子供さんが非常に鍵が好きで、でそのそれをバックにね、分岐したんです。ああ、そうですか。それでちょうど子供さんがね、はい、ちょうど学習の運動会でね、見えなかったんですよ。ああ、なるほどね。こういう人が鍵持ってるやりやすい。あ、それで撮られた、ちなみにあれですかね、八田さん、というか山本さんってお年は今何歳でいらっしゃるんですかね？明治88です。88歳。で、構造さんの方は？私はね、3時卒業しましてね、はい、82歳。まあ見てね、頑張ってらっしゃるんで、お若いとは思いますけども、はい。
まあ、今日はちょっと時間があれでしたですけども、まあ、真田会の経過を一応お聞きしましたし、まあ、お二人ともね健康で頑張っていらっしゃるんですけど、まあ、引き続いて体をいたわりながら会の上に、頑張っていただきたいなというふうに思いますけれども、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。来週のしゃべくんが来た、はい、来週は、来週はマガリオさんですね。あ、パーソナリティマガリオさん、はい、あ、うん、久しぶりかな。あ、そうです、そうですね、はい、はい、ね、それで、ね、はい、これね、レコールドマッスルクラブでね、今回写真コンクールやったのね。おお、2012年の写真コンクールで、これの ね、お話をちょっとお聞きしようかな。で、はい、ゲストが小俣さん、小俣さん、北村さん、さん、はい、そうです、と斉藤さん、はい、斉藤さん、みんな写真専科、ああ、なるほど、なるほどですね。はい、それでも楽しいですね。はい、写真専科で、やっていただくっていう形になります。はい、わかりました。だから写真も持ってきてもらえるかどうかちょっと、じゃあまだ楽しみです。皆さん、はい、プロの皆さんだから、いい写真あるよね。と思います。思いますね。はい、はい、それでは皆さん、ということでよろしく。来週楽しみです、本当に。はい、いい写真見れるのでね。はい、それでは来週しゃべくりマッスルをどうぞお楽しみに。よろしくお願いします。